今朝は長崎県立大学教授鳥丸聡さんに話を聞きます。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。やはり、まあ、コロナ一色なんですけれども、はい、今日4月14日というのは熊本地震のあの前震から4年をお迎えるわけなんですよね。もう4年前の4月14日夜の9時26分でしたけれども、最初のこの震度7を日本中の誰もが本震と思ったわけですよね、はい、だけど実は28時間後の震度7の方が本震で、震度って7までしかありませんから、で14日の夜は実は前震だったっていうのが、まあ、事後的に分かったっていうことですよね、はい、あれから4年なんですけど、まあ、被災者の生活面見ると、まあ、今でも3122人の方々が仮設住宅での仮住まい続けておられて、で被災者のまあ生活再建っていうのが引き続き最大の課題になったまんまですね、はい。でまあ、熊本日日新聞が住宅被害を受けられた150人の方を対象に1年ごとに追跡調査をしていらっしゃるんですが、はい、それによると家計や仕事っていった金銭面の課題を未だに抱えておられる方々が固定化されているっていうんですよね。はい、つまり震災が一定規模の格差社会を生んでしまったっていうことになるわけですね。だから今度のコロナのこれもですね、それが一定規模の格差社会に後々つながらないような工夫をしなきゃいけないから、もう一気に政府が本当は一人あたりも10万円とか配るっていうのをやってほしいんですけどね、全員に配ったって12兆6千億円ですから、1億2600万人、赤ん坊からお年寄りまで配ってますね、なんかそういった工夫も必要だっていうことを示唆しているっていうのと、あと熊本地震について言えばインフラの面で、本当はこうめでたい話なんですが、JR 放肥線の肥後大津と阿蘇の間が今年8月に運行再開するめどが、ようやくですよね、はい、ですよね。九州の東西のど真ん中が、はい、横に移動できるようになるっていう、それと、熊本阿蘇大分を結ぶ幹線道路が国道57号ですけど、はい、これも10月から通行できるっていうことで、地震から4年経過していよいよ九州観光のへそに相当するインフラが復活して、九州全域を周遊するぐるぐる回る観光復活への期待が高まっている時に、まあ、今回のコロナなんですよね。これが規制を削いでいるっていう、そうですよね。特に阿蘇地域というのは観光業も本当に多い地域ですからね、もう一番の劣化ですからね、中心地になってますから、はい、で熊本がそんな状況にある中、福岡県は緊急事態宣言から1週間ということです、まあ、昨日休業要請に県としても入ったわけですけれども、おそらくね、福岡県民とか福岡市民とかこの福岡県の緊急事態宣言だから、はい、九州他県は自分たちよりまだ落ち着いているんだろうっていうふうに考えておられるかもしれないんですけれども、それ違うんですよね。違います、はい、やっぱり超緊張状態、例えば私の場合ですけど、私福岡県内に住居を置いていて、勤務先が長崎県佐世保市、はい、長崎県立大学ですね、車通勤してるんですけど、1週間目4月7日の緊急事態宣言発出の、その1時間以上前にですね、はい、大学法人から一斉メールが教職員向けに出されて、はい、これ福岡県での緊急事態宣言発令に伴う教職員の対応についてっていうもので、これ何かっていうと、指定された都府県だから福岡県への帰省または旅行をするなと、そして指定された都府県に居住する者は緊急事態宣言が解除されるまで出勤するなっていう内容なんですね。ということで、どうなってるんですか、鳥丸さんは今。で私今佐世保市内のホテルにいるんですけれども、はい、ホテル住まいですか。このメールを読まずに福岡から通勤しておられる先生方結構たくさんいらっしゃるので、はい、メール読まずに6時前の頃にもう福岡に帰っちゃった先生方は翌日から出勤停止で今も来てないんですよ、来れない、
それもゴールデンウィーク明けまで、要するに福岡県が解除されるまで来れないと。で、私の場合はもう太宰府と佐世保の間、車乗ったら次に降りるのは大学の駐車場ですから、あ、問題ないじゃないかって言ったらそれもダメと。とにかく緊急事態宣言地域に迷惑をかけるようなことをするなっていうことなんですよね。はあ、とにかくじゃあ人の往来をなくして、その収束に、感染拡大に歯止めをかけようと、かけようと、もう要するにはもうとにかく長期化を避けなきゃいけないですから、緊急事態を。確かに、それの邪魔をするなということで、周囲は腫れ物に触るような状況になってるっていう。はあ、ずっと鳥丸さんもホテル生活が続いてるわけですか。はい、そう、週末だけ鹿児島の実家に帰るんです。福岡ではなく、ところがですね、それも鳥栖ジャンクションから南に南下するときに、久留米だ、一瞬入りますね、屋根だ、したらその間はサービスエリアに寄るなと、トイレ我慢しろというので、学長の許可を取り付けて、週末は帰って、昨日また直接佐世保に入ってっていう状況なんですけどね。だ、まあ、今の時期っていうのは我々経験してませんけど、明治維新とか第二次世界大戦に匹敵するような、はい、やっぱり有事体制で臨まなきゃいけないっていうことなんだろうと思う。まあ、そういう中にあって、まあ、文句を言いたいことは山ほどあってですね、特措法の中身が空っぽじゃないかとか、政府と自治体の休業要請の保障への考え方が、に齟齬があるじゃないかとか、マスク2枚で466億円いかがなものかとかですね、事業規模が108兆円って言いながら内訳はスカスカじゃないかとか、もうキリがないんですけれども、とりあえず緊急事態宣言エリアの中にとても心配な若者がいてですね、そこへのケアっていうのが必要になってくると思うんです。それは親元を離れて、福岡っていうのは大学の町ですから、親元を離れて初めて一人暮らしを始めた大学生や専門学校生が多いわけですよね。で、見知らぬ土地で勝手が分からず、入学式もなければ新学期も始まらないと、かといって帰省はするなっていうふうに言われてますから、動くなっていうことですね、はい、でバイト先は休業だっていうので、これ新年度に入っていきなり生活困窮学生が一部でじわじわ増えているっていう状況ですね。いや、確かにそうですよね。で、この中にあってですね、ある都市が面白い取り組みをやってるんですよ。新潟県の燕市、はい、燕市っていうところが、緊急事態宣言の対象地域に住んでいる地元出身の大学生で、帰省するのを我慢して自粛している学生に対して、コシヒカリ5キログラムを送るっていうんですよね。要するに食べるっていうことだけはちゃんとやってくれっていうので、それを言い出したのが燕市内の複数の企業さんが応援したいと。ですか、だから民間がもう、要するに政府動かないから、もうしびれを切らして、もう民間が先に動いちゃってるんですよね、はい、なんかこういう緊急事態宣言地域をその他の地域がサポートするような動きっていうのも今もっとあっていいんじゃないかと思うんですよね。確かにですね、こういったのを本当に本来であれば舵取り役の国、行政考えていかないといけないんですけれども、もう逆にもう下から押し上げて、もうそういう状況を作ってしまうっていうことももうですね、もう必要な時期にもう差し迫ってますね。政府が人との接触を7割減らしてではなくて、やっぱり先生、専門家が言っているように8割減らしましょうっていうのに向けてどう努力すればいいのかっていうのをみんな考えるとかですね、有事態勢だと思います。はい、わかりました。鳥丸さんもですね、なかなかご自宅に帰れない日々が続いて大変だと思いますけれども、はい、まあ、くれぐれも気をつけて、この後もですね、お互い様ですから、ここはもう相互扶助の精神でですね、頑張り続けると思います。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。火曜日の経済、長崎県立大学教授、エコノミストの鳥丸聡さんにお話を伺いしました。